死刑、堂々乱世を渡らん。そうか、はっ、せい、自分、私、そして皆、孫策が言ってからそれらのせい、そうす、これに、将、父上、だが、その、何の、そう深刻になることはありません。たとえ勝てずとも、負けねばよいのです。曹操と天下を分け合い、ろしくの意、ところで、縁、だからこ、そう、ろしく、あざなは死刑。武術や兵法に精通している高官である。元は演術に仕えていたが、主を失い孫家に仕えることとなった。孫吾にはかつて天下について語り合った周瑜がいる。ろしくは周瑜と共に北からの強大な敵に備えることとなった。高僧を討ち、曹操に備える。さすが周瑜殿、見事な策だ。諸将もまた周瑜殿の言葉を信頼している。俺も早く皆の信頼を得ねばな。そのためにもまずこの戦で功を立てるのが肝要か。さて、まずは諸将と合流するとしよう。これでいいだろう。文武両道、
いいもの揃ってますよ。ありがとうございました。どうしてだ。はっ。いらっしゃい。毎度どうも。馬がご入り用で。またお待ちしてます。兄貴、龍刀じゃない。野郎ども、狙いは大将首だ。雑魚には構わず突っ走りな。このうちの方法は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。敵が強大だろうと負けられん。私たちで要所を抑える。行くぞ。抵抗する者には容赦するな。こりゃ楽に勝たせてはもらえなさそうだね。ここらで引いとくか。野郎ども、つらから準備だ。よし。こいつやり上げるぞ。殿、旧敵高層打ち孫悟の明日を切り開く。皆力を貸してくれ。
ておくのは得策ではない。私が防御に当たるとしよう。我らが制した。孫権のせがれめ、あくまでわしを討つ気か。者ども、油断するな。
わしが父の仇は討った。だがまだ終わりではない。我らの戦いはここから始まるのだ。敵将討ち取ったり。父、しかして、曹操に長江を越えさせてはならん。なんと奴の進行を食い止めるのだ。戦線を押し戻したいところですが、それには曹操を一度退けねばなりませんね。頑張ることにするぞ。
勝ったと思うなよ。敵将討ち取ったり。こう焦ったか。その画集がお前を殺すのだ。俺に任せろ。これでいいだろう。あら、減ったから、今日はここまでだ。敵将討ち取ったり。今が好機。天下天下。うわの歩みを止めることはできぬぞ。どうにか曹操の進行を食い止めた。だが奴はすぐに体勢を立て直そう。曹操とどう相対するか。孫悟にとって最善の道を探らねば。やったの。そうそう。降伏しかありません。劉備に会った甲斐はあったな。多少なりとも曹操を知ることができた。それに諸葛亮、彼は妨害の力となるだろう。彼らと我ら孫悟の将兵の治癒があるのだ。必ず活路は開けるはずだ。周瑜殿は諸葛亮と話して何かを掴んだようだ。ならばあとはその策をなすのみ。俺も力の限り戦うとしよう。孫劉同盟に生じた亀裂をどう修復するか。この戦の後も気が休まることはなさそうだな。大いに発揮。魏軍の猛攻から術攻を守り抜いた。だが魏がこれで諦めるはずもない。慶州の問題がある限り蜀とも何らかの衝突があるはず。そう考えた呂宿は日夜国家戦略について知恵を絞った。野営中も書を読み己の研鑽に励む。そんな孫悟の大黒柱の姿勢に仲間たちは刺激を受けていた。こんな時でも励んでいらっしゃいますな。これか。
不思議なものでな、自宅で読むより戦地から戦地に移動する時の方が身になるのだ。そういうお前もその手に持っているものは何だ。もちろん尊敬するロシク殿に習ったまでです。俺は油断するとすぐに腕力で解決したくなります。アモーに逆戻りしないためと言ったら笑われますか。大いに結構。それでこそ孫悟の治癒をつないでいくのよ。俺があなたを手本としてきたように、この背を見て歩む若い力を育てたいと思っています。お前が努力を怠らぬ限り必ず現れるだろう。このまま堂々道を進むのだ。さてロシク殿、建前はこの辺で。いいだろう。未来の話を魚に一献といくか。Ha ha 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 ha